こんばんは、平井弘明です。今回はですね、いろいろ初心者の方に動画を何本か撮ってきました。今までですね、こういう風な内容のスイングをしてくださいとか、いろんなおすすめ事とか理論とかをお伝えしてきたんですが、今回その初心者の方へまとめですよね。とにかくここだけ押さえておいていただければ、今後それをずっと上達しても同じことをやり続ける本当の基本ですよというまとめを動画にしていきたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。平井弘明のワンナップゴルフ。今回の動画の内容はですね、ポイントが4つあります。でその4つを一つ一つ解説していきたいと思います。まずはじめにですね、ゴルフを本当ここ最近始められた方とか、始めてまだ1年経ってない方なんかにお伝えしたいことがあって、そのゴルフのスイングの前提というものを知っていただきたいんです。誰もが始めた頃どういう癖があったとかって覚えてると思うんです。なんとなく自分も始めた頃に出ていた癖というか、悪い動きっていうのがやっぱり振り遅れなんです。クラブの振り遅れが原因でミスを打ってたんですけども、それって相当な腕力がない限り誰もが通る道なんですね。なので始める前、始めたての頃にそれを理解して振り遅れないようにする動作の練習をしていただければ、その道を通らなくて済むんですよ。振り遅れは本当に良くないから、振り遅れないようにスイング作りをしていくだけで、振り遅れで出るミスの何十種類っていうのが少なくなるはずなんです。なのでそのスイングの前提として、クラブがスイング中に振り遅れない動作を覚えることが大事なんですよね。その動きをご自身のスイングに取り入れながら練習をしていくことがめちゃくちゃ大事なんですよ。前回の動画なんかでもその振り遅れについて動画を撮ってるんです。まだまだその自分が見ていて振り遅れに対してまだ理解がちょっと少ないんじゃないかなっていう感想です。本当に振り遅れ度合いも結構ひどかったり、もちろんその始めたてってクラブの振り慣れをしてないので、クラブってすごい重たいんで、振った時に合ってほしい場所にクラブがないとかって結構平気であるんですよ。それはもうしょうがない。始めたての時いつもクラブを振ってる人だったらいいですけど、でもやっぱりゴルフクラブって普段の生活から振らないものなんで、どうしても振るとクラブがこう振り遅れてしまうんですね。なんでその動作っていうのを覚えること、覚えたらその動作にならないように自分でクラブを立てたり、いろんな動きあるんですけども、それの動きをまず覚えることが大事なので、振り遅れないようにスイングを作っていくことをまず最初の理論として取り入れていただきたいと思います。振り遅れることが通常なんです。通常っていうのはどういう意味かというと、普通にクラブをビュッて振ったら振り遅れるものなんです。それを意識して振り遅れないようにすることが大事なんで、無意識にクラブを振ったら誰でも振り遅れるんですよ。でもその振り遅れというのはいい動きではない、悪い動きなので、振り遅れないように皆さん意識をめちゃくちゃ持って振ってるっていう感じなんですよ。例えばドライバーでナイスショットを打つ、真ん中行く人、アイアンで真ん中行く人、要は曲がらない人ですよね。ミスショットが少ない方なんかは相当な意識の中でクラブを振り遅らせないように振ってるということがあるので、そういう方でも例えば頭の中真っ白にできたとしてクラブを振ったら振り遅れるんです。振り遅れが普通です。なのでそれを振り遅れさせないようにすることが大事になるんですよね。それを知ってやるかやんないかで全然違うよね。全然違う。本当にスタート地点が変わるというか、振り遅れることって何って始める人と、いや普通に振ったら振り遅れちゃうんだから振り遅れないようにってスタートする人だったら、全然1ヶ月後とかが変わるんで、まずそれを本当に理解してからスタートした方がいいと思います。で練習なんか行っても相当な意識を持ってクラブを振り遅れさせない動作に意識を本当に集中させてクラブを動かしてあげた方がいいので、そこはもう絶対やった方がいいです。振り遅れっていう状態がどういう状態かっていうのを時計で表してやっていきたいと思いますけども、まず振り遅れてない状態、正常ですよっていうのが、ボールがあるところにクラブが6時に当たるところ、6時の時にきっちりボールに当たってるかどうかが大事なんですよ。これがぴったり、要は振り遅れてないんですよ。で振り遅れてる時っていうのは、ボールに当たる時にクラブが
7時8時ぐらいこうやってなってる時、これが振り遅れてるんですよ。この時にはクラブってここにあった方がいいですけど、要は50センチぐらいクラブがまだ遅れてる状態なんですよ。これが振り遅れ。ドライバーで右の OB 飛んでいく時なんかはこれぐらいこうやってなっちゃってるんじゃないかな。相当振り遅れて当たってるんで、ボールに当たる時なんてフェースがこれぐらい開いて当たってる時ってあるんですよ。この線がまっすぐだとしたら、これぐらいこうやって開いてこうやって当たる時ってあるんですよ。もうこれになると相当振り遅れてるんですよ。なんでこれだと本当に9時近いところでこうやってクラブが遅れてんじゃないの、8時半ぐらいっていう、それぐらい遅れちゃう時があるんで、ボールに当たった時ですよ、当たった時にクラブがどの向きにあるか、要はこうなりすぎててもいけないですし、こうなりすぎててもいけない。もう必ずクラブがボールにタッチするときには6時を指してるっていうのが頭の中でずっと意識していただきたいポイントになります。まず振り遅れることの前提というのがまず一つ目にあったんですけど、次二つ目に両手でクラブを持つじゃないですか。でやっぱり右利きで右打ちでしたら右手を使って打ってもらいたいんですよ。重いもの、要はクラブを押してあげる動作の方が優しいんですね。進行方向に対して左手だと引く動作が入りますので、でも引いちゃいけないんですよクラブって。なんで左手リードだったらターンしてあげなきゃいけない、2つ動作を入れなきゃいけないんですよ。左手でちゃんと下まで落としてからターンさせなきゃいけない。右手だったらこのまんま構えて右に出して左に押してあげたら、もう本当にシンプルな動作で右手だったら済むんですけども、だから右利き右打ちだったら右手を使ってスイングのリードをしてあげることがすごい大切なので、最初始めた時なんかは右手を使って打ってみた方がいいかもしれないですね。どん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 上げるのも右手、下ろすのも右手、すべて右手の動作でボールを打つことを推薦しますので、それはもうやってもらいたいですね。左手で引いちゃうとどうなるんですか？左手で引くと振り遅れますそうなんです、これ本当なんです。簡単に言えばこうやって上げて左で引いたらヘッドが出ないんでクラブが振り遅れちゃうんですよ。これってやったらやっぱり飛ばしたいですよね、距離を出したい。で距離を出せば出すほど振り遅れるのでやめた方がいいと思うんですよね。強く入れるんであればやめなさい。それぐらい左手リードというのは難しいことなんです。最初始められた方なんかはできれば右手リードで始められて、そこから伸び悩んだら左手にスイッチしてみることでいいと思うので、初めは右手でやってみてください。その右手を使ってじゃあ今度どうするか、スイングの中に入ってくると思うんですけども、イメージ、どういうイメージされてるのかな。最初の人ってゴルフのスイングって、例えばりょうくんのスイングなんか見ちゃったらもう完成形すぎちゃって難しすぎちゃうんで、あんまりおすすめはしないです。かっこいい悪いはベストしますよ。ゴルフのスイングって自分が椅子にこうやって座った状態で打てるかどうかが大事なんです。要は下半身を使わないで上半身の多少の回転、多少ってどれぐらいだよって話になっちゃうんで、45度ぐらいでいいですよ。正面から45度ぐらい回すぐらいで回転度合いはいいので、そこに対して腕を動かせる範囲の幅でいいです。腕だけで言ったら9時と3時ぐらいの位置を意識してもらって、手首の力を使ってクラブを前に出すこと、それが本当の基本かもしれないですね、ゴルフのスイングの。でテレビで試合なんか先に見ちゃうと
こういうイメージとか出ちゃうと思うんですよ。あれはもう二の次三の次なんです。自分のスイングが完成してから、そこからスタートのことなので、完成してないうちはとにかくこういう感じです。腕は大きく動かさないで、自分の楽な手首の動きだけでいいんで、クラブをどこまで手首だけで動かせるかっていうのがすっごく大事。これプロ15、6年目の僕でも今でも大事だと思ってる、っていうか今の方が大事になってきてる部分です。それぐらい手首の使い方ってめちゃくちゃ大事なんで、最初のうちにやっときましょう。マットに対して自分が平行に立ちます。ボールの位置は真ん中です。持ってるクラブはなるべく7番アイアンで構えます。そこで腰の回転いらないです。肩の胸とか肩の回転の45度ぐらいの軽い回転でいい。力は一切いらないです。そこで手首の力だけでどこまで飛ばせるかというのがすごい大事です。どこまで飛ばせるかって言っちゃうと飛ばしたがっちゃうと思うんで、飛ばせる距離で十分です。例えばそれが5ヤード10ヤードでもいいので、女性の方なんかは、男性の方だったら腕力ある方だったらそれだけでも100ヤード近くはいけるはずなんですよ。なので最初にいきなり100ヤードとは言わないので、徐々に距離を伸ばしていく。そうするとクラブっていうのが手だけで振ると振り遅れないんですよ。体を使うんで振り遅れるんです。なので先に振り遅れない状況を自分の目と体で確かめることが大事。振り遅れた時の球っていうのはこういう球が出ます。あって体が先行してクラブが降りてきてない状態でボールに当たっちゃうので、クラブフェースが開いてインパクト迎えますよね。そうすると手を使って手首を使ってボールにヒットできてないんですよ。なのでこれは手打ちではないんです。手打ちというのはボールを真ん中に置いてリストだけでヘッドを動かすことがすごく重要なショット。これはね、なんだかんだコースで一番使うショットかもしれないですね。その理由だけちょっと先に言いますけど、コースってもちろん平らなところがないので傾斜がついてたり悪条件の場所で打たなきゃいけない時に手打ちっていうのはめちゃくちゃ役に立つんですよ。ほぼほぼそういう場面しか、例えば山岳コースとか河川敷とか真っ平らなコースだったらそこまでこう傾斜がついてたりとかないんですけど、それでもバンカーがあったりとかするとこういうところ行ったりとかこういうところ行ったりとかってなってくると手打ちが必要になってくるんで、その手打ちというのは基本の動作に入るので最初からやっておいた方が絶対いいですね。それはもう本当プロになっても使うことなんで、プロにならなくても上級者になってくれば来るほどそういった使う場面というのは増えてくるはずなんですよ。なので先に使ってその動きを覚えることが大事になってきます。最後の4つ目なんですが、特に女性の方なんかは先ほど言ったクラブが振り遅れるんで戻してくださいというか、インパクトでこう振り遅れないようにしてくださいって、やっぱり多少なりともリストの力だったり腕力って必要になってくるんですよ。あとはもちろんタイミングってめちゃくちゃ大事で、こう振り子と一緒なんでブランコと同じようにここでこう勢いがつけて焦げればいいんですけど、それがクラブがまだ上がってる最中に切り返しただけでこうやって振り遅れたりするんで、そういうふうにどうしてもパワーがなかったりするとなるんですよ。でその時にじゃあ振り遅れるしかないのって思っちゃうと思うんですけど、それでも全然振り遅れない方法があるんです。それは肩を回したら肩から戻してあげる動作を入れてあげることが大事なんですよ。よくインパクトで右肩突っ込まないようにってこうやってやって右にこうやって体重が残ったりとかクラブが下から入っちゃったりとかするんですけど、右肩突っ込んでも全然左には引っかかんないですよ。で例えばこれでナイスショット打ってって言ったら全然こうやってナイスショットは打てるんですよ。そうだから右肩突っ込んだのが理由なんじゃなくて、タイミングが例えば早くなったりとかすると左に行くだけなんで、無理にこうやって今大げさにやったとしてもそこまで左には回いたりしないんですよ。だからタイミングが合ってれば全く問題はない。むしろ出るんだったらタイミングよく出してあげた方がよっぽどいい球出るんですよ。
止まってる方が下がったり何か悪さをするんで、動いててあげた方がいいです。打つ時にボールに対してガンってこう右肩がこうやって行くんだったら行かしてあげた方がいいですよ。止めない方がいいので、とにかくインパクト周辺のパーツの動きで止めるような仕草の動きっていうのは入れない方がいいです。それは一番加速する場所だからなんですよ。そこに対してブレーキのパーツを何かつけちゃうと、どうしてもクラブが加速できないで、加速しないと振り遅れるんですよ。そういう動きが良くないんです。加速する場所はしっかり全てのパーツを加速させてあげなきゃいけないので、あんまり減速するパーツっていうのを増やさない方がいいですね。よくハンドル例えやるんですけど、バックスイングでこうやってまっすぐ構えてるじゃないですか。こうやってやりましょうか。このまんまこれハンドルだとして、ハンドルを切らないで横にこうやって体の回転で回すんですよ。で回したらここからこうやって多少なりともこう振りに行くんで、スピードは少し上がるじゃないですか。の時にクラブをこうやって持ってると、こうやって振り遅れるんですよ。クラブが倒れちゃう。それを倒さないためにどうするかって言ったら、クラブを前に前に倒そうとすることでクラブがまっすぐをこうやってキープできる動きになるんですね。このまんま言ったらこうやって男のパワーでもクラブって寝ます。寝るって分かってるんで寝ないようにこうやって倒してるだけなんですよ。今のまっすぐでしたね。だからそれは振り遅れるってもうめちゃくちゃ分かってるよって言って動いてるんで、後ろにこうやって倒れないだけなんです。相当な意識と理解をした上でクラブを後ろに倒させないで、こうやって前に前にちょっとずつこうやって倒しながら左に回転してるんで、後ろに今倒れなかったんです。なんでその体を左に回転させてあげながらクラブを前に倒してあげる動作を入れてあげると、クラブが寝にくいのでナイスショット量産はできると思います。ここでこうやってハンドルを切らないでバックスイングを取りましたって言ったら、ここからハンドルを左に切る動作なんですよ。こういうふうにその動きを加えてあげると、実際のスピードで打ったら左には切れないで、こうちょうどよくまっすぐにこうやって戻ってこれるんですよ。これをこのまんま戻そうとすると遠心力に負けてこうやって右に切らされちゃう。なので右に切れないように左に自分から少し切ってあげる動作を入れると、平行にそのままインパクトに戻れるんで、フェースがまっすぐインパクトゼロの位置に戻りやすくなるんですね。なのでハンドルを左に切ってくださいよって僕はいつも言ってるんです。実際のボール打つ時の動きなんかは、構えてもらってでここでこうやってハンドルを持つ動作ってイメージ湧かない方もいらっしゃると思うんですけど、そういう場合はご自身のトップを作っていただいて、イメージとしては右上から左下、右上から左下にクラブを振り上げて振り下ろすっていう意識を持ってあげた方がいいです。ゴルフで絶対やらないでもらいたいのは右下から左上、これはそういうショットが必要じゃない限りはやらない方がいいです。とんでもないミスが出るんで、本当の基本は右上から左下で、ああいうちょっとスライス系の球が出るっていうのがめちゃくちゃ大事なので、それは意識的にやっていただいた方がいいです。あれをストレートにするのはもう簡単なことなんで、もうあんな球出てもいいです。右上から左下に振ってあげる練習、これめちゃくちゃ大事です。そうするとこうクラブっていうのが寝なくなるんですね。これ今右上から左下ってやったと思うんですけど、右上から左下に寝たら空振りしますから、ちゃんと右上からヘッドでボールにこうやって向かわせるために動くんで、基本の動きっていうのは右上から左下になるんですよ。右下から左上気になりました？やってみましょうか。右下から左上に大げさにやると、多分そのカメラの方にボールが飛んでいくかもしれないですよ。こうやってマジシャンク、そう、ああいうのが出るんですよ。右下から左上ってグッバイです。グッバイ。右下から左上っていうこうなる動きめちゃくちゃ出ちゃうんですよ。あそこでじゃあヘッドを返したらいいじゃん。やってみましょうか。右下から左上でヘッドを出す。パピューン。マンチー出るんですよ。そうだからいいことないので、右上から左下のイメージを持っていただいた方がいいですね。下からこうやって煽るスイングっていうのはあまりゴルフではいい動きとは言われないので、クラブは上から下の動きが基本になりますんで、
その動きをやっていただくと余計にクラブが振り遅れづらくなるんで、その動きを意識してやってみていただいた方がいいですね。もちろん流行りの理論だったりやってみたい理論ってあると思うんですけども、そういう理論っていうのはまず基本の動きができてからのことになりますので、自分に何が足りないのかなって思い始めたら足りない部分を補うだけのことなんですよ。その足りない部分の理論を入れるだけなんで、この理論かっこいい、スイングがいいから入れるわけではないんですね。趣味で楽しむことでやっている方でしたらそれはそれでいいと思うんですけども、早く上達したいなっていう方なんかはそういう理論っていうのはあまり取り入れずに、基本だけでも70代60代っていうのは絶対に出ますから、なので焦らずですね、いろんな理論を取り入れないで基本だけの理論を本当に長い時間一生懸命やることってめちゃくちゃ大事なので、その練習方法を取っていただいた方がいいと思います。本当に上達すればするほど一緒に行った方からあれやれこれやれとか言われることもあると思うんですけども、それは聞いていただいて実行はなるべくしないようにして、自分の基本の動きというのを大事にしていただいた方がいいと思います。長くなったんでちょっとおさらいさせていただきますと、まず最初にクラブは普通に振ったら振り遅れてしまうことが大前提としてありますよと、それが普通なんです。なので振り遅れないようにクラブをインパクトのところできっちり戻してあげましょうというのが一つ目ですね。で、二つ目というのは右手を使ってクラブを動かしてあげましょうということが二つ目で、三つ目にクラブは体で振るんではなくて手首なり腕を使って、要は手打ちでクラブを動かしてあげて打つことが基本の動作ですよ。それを練習でやってみてくださいというのが三つ目です。で、四つ目というのがスイングをこうハンドルで例えると、切り返しからインパクトまでのダウンスイングの時に左に切る動作を入れてみてくださいというのが4つ目ですね。この4つをですね、基本の動きとしてやっていただいた方がいいと思いますので、ぜひ練習でやってみてください。今回はですね、初心者の方のまとめの動画を撮らせていただきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。